で、もう近場からどんどん取ってくんだけど。ああ、松ヶ島ちょっと遠いな。遠いな。一番近いのこれか。下手すると。5日。11。6日。出陣する。とりあえずこの城取って、ちょろんちょろんちょろんって行けたらラッキーぐらいで考えよう。そして、浮田秀家と長宗我部は、あ、長宗我部勝ってますね。なんだろう、長宗我部圧勝みたいな感じですね。これより表情を始める。で、ロンギット軍事取ろう。68-54。そして、藤高46ですね。表情を得る。やっぱ細川藤高かなり優秀な武将であるね。いいね、兵站管理。これでさらに兵糧消費が減ると。ご命令を。感情、そういえば優才とか行ったなって思ってさ。あ、意外と片付けない。意外と感情ばらまけそうですね。片付けない。硬い。よかった、大宴会でこれ以上ポイント取られるのも辛かったんで。よし、触っただけ。手段は選ばぬ、勝つためなら。結構これ触っただけで取れるのありがたい。あ、ぬぐかつか。ここ、これはすぐ取れないでしょうね。まあ、でも100人なんで数日、10日ぐらいか。うん、10日ぐらい若干辛いですが。そして長宗我部つきますが、あ、これはでもうちが先に取れそうですね。よし、松ヶ島突破。いや、先にこれは長宗我部領地を止められるようになるんで、これはありがたいところかな。桐山御所もうちでもらいます、もちろんですけどね。そして羽柴対長宗我部は羽柴勝利と。これはでしょうねと言わんばかりな感じだけど、羽柴の米ってどうなってるんだろう。兵糧40,000、収入10,000、いいね。これ結構もううちの方が兵糧収入増えたんで、ゴリ押しで戦っていけるかな。ただ長宗我部が、長宗我部だいぶピンチですな。で、うん、北条ちょっと遠いって言ってるんだよな、やっぱり。よし、桐山御所突破。これはありがたい、普通に。手を打ちましょう。ここ向かうんだけど、こっちも取りに行けそうなんだよね。10,000。ああ、まあまあ。進みます。じゃあここ大垣から一気に行こう。これ取れるんじゃない、下手したら。簡単に鳥羽城、さすがに援軍出てこれないと思うけど、一応40日強行みたいな。やっぱりね、あ、岐阜織田にいるのか、丹羽長秀。うちに引き抜きたいな。まあ、とりあえず清そうだ軍出すのか分かんないけど、このまま行ってみましょう。だいぶ辛いことにはなると思うんだよね。113日、115日包囲だな。そして柴田対上杉、まあこれ柴田つくんだけど、どうなってっかな。あ、ちょっと待って、上杉めっちゃ負けてんじゃん。柴田圧勝してる。そっか、うちの脅威がなくなったらこうなるのか、柴田は。で、めちゃめちゃ羽柴に土地取られてますね。心配なことに。で、どう？まあ、特に何もすることないですね。ここばかし100人で出てるけど、手を打ちましょう。9300か。まあ、一応ぶつかっとくか。あ、取れた。手段は選ばぬ、サクッとでしたね。勝つためなら。よいしょ。じゃあ7600、さすがに返すか。まあ岐阜織田は滝川とか岐阜織田とか、うん、そうだよね、
らかに同盟結ぶんですもんね。これか、岐阜だ。柴田と同盟切れちゃうんで、これ辛いんですよね。なんで、まあ、この度はこのまま放置という感じでいこうかな。これより表情を始める。よいしょ。じゃあまあ商業と軍事を取ってあげて、高山右近か、いやー、これにて表情を優勢だろう。で、何取るかだよね。貯めるっていうのもありだと思う。一旦貯めるか。一旦貯めましょう。そしてうちに使いたい柳生さん、かなり強いですね。 82VOR、 まあ全員登用という形で。で、63日、ちょっと水攻めしようか。キオスの城だからこれ硬いのか。そして、助立ちいたす。うお、家康来た。あー、家康が来たね。どっから来るかはまあ大体わかるんだけど、天下に性質をもたらさ、当家が対象。ただ3万なんですよ。で、うち4万持ってて、うん、ここはね結構有利で戦える感じではある。どうしよっかな。左近とか、まあ、左近隊が出るなら左近は出したいところ。うちの方が早く集まってほしいんだけど。43、26日でしょ。これ部隊編成見た時に、いや、優秀な部隊ではあるんだよな。右近隊だけじゃなくて、お前ら鉄砲持てないのか。軍馬あげるよ。軍馬あげたら強くならんか。出陣するぞ。これ26日にして、ここで戦えば、敵の方が早くついちゃうのは美味しくないな。ってことだよね。美味しくないってことだよね。そうなってくると、まあ、近場のやつ、誰が強いのか分かんないけど。でも56とかの式入れてもな。いや、微妙い。微妙い。いや、これで鉄砲3部隊の方が強いのかもしれんね。出陣するぞ。これで13600で、ちょっと真剣に倒してみましょう。最悪、この庭軍を、出陣します。こうやったら、まあ意味ないか。出陣します。まあ、これは、じゃあ頑張らせて。見ようかな。頑張らせてみましょう。うん、多分勝てる。勝てなくてもそんなに問題ない。農兵精錬ぐらい入れとくか。農兵精錬は入れてもいいかもね。あとは北条が動いてくれると美味しかったりするんだけど、兵糧結構あんのね、家康。まあ、返り討ちルートもあるんで、北条真田、これ北条つきます。北条と仲良くします。うちはもう北条と仲良くしていけば倒せるでしょう。よいしょ。死にたかった。で、秀吉が狙ってるっつってるんだけど、いや、怖いね。新設ができない。剣所とか立ってない？そういえば立ってないっすね。準剣所立ててほしかったところなんだが、まあ、これは仕方ないと。敵に準剣所がないのが唯一の救いか。で、ここ水攻めになったんで交渉ができるね。2日
捕まって交渉してみるか。それが一番合理的かもしれん。待機。よいしょ。で、とりあえず農兵精霊は入れよう。手段は選ばぬ。絶対入れた方が強くなる。で、交渉だな。92。織田信雄を全面でいいぞ。よし。これはでかくて。打ち砕くのみ参ります。これで下攻めていくんですよ。そうすると後に続け、家康隊としてはかなり大変なことになる。こっちで一旦士気を下げさせます。この作戦がうまくいくかどうか。ただこれで徳川家の士気は下がった。よし、狩屋20日かかるんで、これはもうきついでしょう。で、ここで頑張ります。ということで、徳川家の軍勢目前に迫っています。士気、取りましょう。ここで勝てれば、だいぶでかい。9300対9300。ということで、軍技的には内有利ですね。よいしょ。ということで、こちらが我が軍になります。優秀な武将はいないんですけど、鉄砲隊が3部隊、これが意外と強いかなといった感じでございます。敵軍は鉄砲2部隊なんですけど、忠勝、安政、井伊直政と四天王が出てるんで、だいぶ辛い戦になりそうですね。頑張って待機しながら戦うみたいな戦い方になるかなと思います。はい、ということで今回の作戦なんですけども、のろし城が置けたんで、のろし城の後ろで待機して、基本的には兵数回復するのを待つで、待ってる間に射撃で敵の兵数を減らすみたいな感じを考えております。あとは待てるようにね、鉄砲水とか津波とか置いてね、少しでも敵兵を減らしたいという考えのもと、こんな感じで組んでみました。それではバトルスタート。鳥羽の戦い、我に続け。よいしょ。じゃあ一気に時間進めます。相手ものろし城ありですか。これはしゃあないでしょう。2000とかでぶち込んでてもいいけど、ワンチャン取れるかもしれないから行ってみるか。後ろから2000、後ろから行くとかいう考え方はどうなのかな。成功できるのかどうか知らんけど、始めるぞ。ご命令を。射撃はでも通ってもらわないと困るな、この感じ。始めよう、エチを。始めるぜ。射撃は通る？射撃通るかい？エチ。覚悟せよ。よいしょ。降りそうだな。サクッと言ってくれればいいけど。うずめ B、 はい、つらいね。知れました。よし、生津波、若干減らしたがバレてしまったんで、バレてしまったら意味ないな。一旦引くか。奥義一戦、速度と奇襲効果を上げつつ逃がしましょう。知れました。よし、鉄砲水2部隊引っかかった。今が後期。切り込め。おとり挑発。いや、むしろ安政がここ引っかってくれるのはありがたい。始めるぞ。命令してくれ。これはこうだね。一戦じゃない。奇跡崩し。この手でいただくとしよう。速度低下の攻撃低下、こんな感じでいこう。よし、横槍を入れ。よし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 、奇襲うまく入ってる。覚悟しろ。ゲチを始めるぞ。ゲチを覚悟しろ。やりたい。これでうまいこと言ってる。風船8000対8000、
十分に戦ってくれたと思うぞ。奮戦とかしてるが、いや辛いね。射撃隊こう射撃を入れてほしいな。奥義一戦、まあここは攻撃奇襲効果はまあ無理だけど、こっちでよし壊滅。敵軍を大きく壊滅させてんのはでかい。でどうしよっか。うん、あんまり攻めていく必要なさそうだな。うちとしては一旦待機して兵数を回復させたいところ。こうやってそいつは回想ということでいいでしょう。敵が攻めてくれてるのは非常にありがたい。ご命令ください。始めるぞ。ご命令ください。始めるぞ。これで本陣おとり作戦で撃て。これで終わらせる。横槍を入れろ。撃て。やりたい。撃て。え、なんでお前突っ込んでった。やりたい。ちょっと待ってくれ。撃つ。やりたい。撃て。前、始めるぞ。お、900人で叩きに行くか。少し始めよう。内は3500か。負けたら辛いがまだ全然可能性はある。作詞、いや全然撃て。一戦撃て。射撃だ。撃て。射撃。いやナイス。耐えてる。奇跡的に耐えてるぞ。やれー。撃て。射撃して撃ってくれ。やりたい。前へ。いや頑張ってる。さあ行こうぜ。やりたい。前へ。始めよう。よしよし。あ、階層はまずい。ゲチ覚悟しろ。やりたい。前へ。いやまずいね。まあ少しでも減らしたから OK かな。始めるぜ。ここまでやってもでも全然勝てないってやばいね。いやーつらい。本陣討ち死に。ただ、まあ、城は取られたものの結構、いや結構つらいな。討ち死に。で軍が来たと言ってるんで、まあ多少持たせるけど1万5千か。カリアとそこの城の交換だったら全然うちとしてはありだな。いやむしろ行きます。出陣します。岡崎城向かうか。家康もなぜそこを攻めたのかよくわかんない感じだけど、1万3900出るんだけど援軍、これ出さない方が吉ですね。ただ兵糧がきつい。岡崎も取っちゃおう。岡崎取れたらでかいんだけど、交渉でいいぞ。無理かな。無理そうだな。岡崎城はまあ半分ぐらいまで削らせて、いけ。ダメか。
よいしょ。いや、マジで天が下してるのさ、志で被害低下させてくれてんのありがたいね。81、50、うーん、まあウコンでいいか。これにて表情を得る。で、何取るか。農兵レベル上昇絶対必要で、鉱山鉄砲、貿易鋼鉄砲か。貿易鋼1個あるんだね、取っとこう。まあこんなもんでしょう。で7000、これはこのまま行くしかないかな。で北条対森、これは北条につきます。手を貸そう。で、まあ、そこは取られるのはめっちゃ遮断されてるやんめっちゃ遮断してくるな。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。